古史と諸行の一越は、春秋時代に中国石膏省のあたりにあった国。首都は会計後に、漢民族形成の中核となった甲賀流域の都市国家軍の周辺民族とは別の南方の長江流域の百越に属する民族を主体に建設されたと言われる。古史は、祖、呉など長江文明を築いた流れを組むと考えられており、稲作や、 道の生成で栄えた。式をはじめとする書書では、夏の将校の書士を古史に封じたことを古史の君主の起源とする伝説を述べている。隣国の呉と、たびたび交争し、紀元前515年、諏訪に遠征した豪考旅のル守を狙って、越王の城常は呉、呉を攻め、呉領内を荒らし回った。さらに混乱に乗じて、実定の講子夫がいが兄に対して、 無本を起こすなど、高領の立場が大いに揺らぐこととなり高領は腰を憎んだ。やがて紀元前496年に、上常が死去して、大使の高専が父の後を継いで即位した。その知らせを受けた高領が越を攻めたが敗死した。高領の後を継いだ次男の不さが報復の準備を整えつつあることを憂えた高専は、先手を打って仕掛けたが逆に大敗し、 コシは滅亡寸前にまでなった。しかしコーセンが侵入したことで滅亡は免れる。その後、コーセンはクレで使用人として労働を命じられたりしたが、ハンレイの助けを借りて帰国に成功、草に免従腹拝しながら逆襲の時を待った。コシはクレへの復讐心から着実に力を蓄えてゆき、クレに圧迫されていたスワイとも同盟を結んだ。 房が御師匠を殺害し、中原に諸侯を集めて、解明を結びに行っている隙をついて、高専は、クレを責めて、大打撃を与えて、房を自殺に追い込み、紀元前473年には、クレを滅ぼした。腰絶書によると、クレを滅ぼした高専は、腰の塔、牢に移し、さらに諸侯と、解明して、中原の覇者となったという。しかし、色作品の引く。 畜書記念では、高専の四代後の影の時に、呉に戦としたとあり、腰絶書とは異なる。高専は、残言によって、復心の分子を粛清した。判例は、高専の再起心を知り尽くしていたために、すでに、生に逃亡しており、伝説では、投資公と称して、不合となったという。紀元前465年、高専は死去した。高専は、 古氏の前世紀を築くも再起心から優秀な人材を失っており、その後の古氏は徐々に衰退していく。紀元前334年、高専の六世の孫である睦つの代に、諏訪江の伊王の遠征によって、古氏は敗北し、睦つは逃亡した。その後、その海王の代の紀元前306年頃までに、その王族なめによって滅ぼされた。 古史人造古史国の戦艦模型古史では、銅の生成技術に優れており、1965年に銅剣が古北省高梁剣坊山1号母より出土したが、その銅剣は表面に硫化銅の皮膜が覆っており錆びていない状態で出土し、現在も保管されている。稲作は越人によるものである。総史商用編によると、当時の古の人々は、頭は断髪、 上半身は裸で入れ墨を施していたという。牧師公竹師編や四季越王光専生歌などにも同様の記事が見られる。五越春秋は夏の将校の諸子であった無余りを最初の古史の君主とし、また夫丹の前に無水の絵、部をあげる。四季越王光専生歌は初代から上常まで二十余余とし、漢女地里氏は初代から光専まで二十世とする。 ありがとうございます。